ファンネルがお送りするチョコボの不思議なダンジョンエブリバディ続きをやってまいります。では時計塔のなんか扉開いたんで行ってみたいんですが、なんかドル君が変な話してたんだよね。おいら光のダンジョンに入ってみたでちゅう、多分中央のやつなんですけども、なぜドル君が入ったのかはよくわかんないですけど、分かったことがあるでちゅう。光のダンジョンは敵が強すぎ、お前では進めないでちゅうっていうことを言われるんですよね。と言われましてもなんだよね。なんか足りないのかわかんないですけど、とりあえず行ってみましょう。はい、まあ、まだ時計塔って書いてあったか。もうこれでダンジョンに飛ぶんですかね。光の守護者、光の守護者か、結構厳しそうだな。はい、今ちょっとねジョブ新しく町の人の記憶取り戻して踊り子にしてますが、ちょっと踊り子だと厳しいんで、まあこんだけもう増えてますんでね、あと4つ、違うな、 1,2,3,5 個か、取ってないの結構あるね。まあ安定の白魔導士でいきます。まあ、回復もできますし、プロテスっていう防御力上げるやつとかもできるんで、じゃあちょっと行ってみましょう。どれだけ強いのかな。でアイテムもちょっと倉庫がいっぱいになり、おおサボテンダー、おお一撃、あれ今名前サボテンダーじゃなかった、なんか違う名前だったような気がするけど、でアイテムがちょっとねもう倉庫に入りきらないのでいっぱい持ってます。なので死ねねえぞこれはっていう感じで、今回これが階段なんだね。じゃあちょっと進んでみましょうか。もう圧倒的な強さなので、ガーネットの爪プラス22マックスですね、鍛える限界。これはでも鍛える限界超えることもできるんだっけ。でミスリルのクラはまだ限界までいってませんけど、これガーネット欲しいんだけど、ガーネットのクラも多分あると思うんだよね。おっとプロテスはちょっと嫌ですね。フローター系のランクが上がりました。まあまあとりあえず進んでみましょうね。まああんまりアイテム出されても困るんだけど、これなんだろう、ああ普通のギザールね。よしサボテンダー、やべ逃げられるな。スローかけて遅くなんだっけサボテンダーって。こいつめっちゃ速いんだよねおっとどうすかな、どこに行こう、よいしょ、えいっ、右か、よし。サボテンダーは何がいいんだっけ、経験値高いんだっけ。またいたな、どっちに行った、上じゃない。2匹サボテンダーいる。こいつらの攻撃めっちゃやばい時あるんだよね。よいしょ逃がさねえぞ、上、よいしょ、オッケー、レベルも上がりましたね。じゃあ次の回、ここは40回まであるね。40回までってことは半分ぐらい一動画でいきたいね。まああんまり見応えする内容はもうないでしょうちょっと装備とか強くなりすぎてるから。アイテムもね、あそうだ、薬屋さんの記憶を取り戻したら X ポーションか、はいはい、これ多分すごい200ぐらい回復するのかな、の買えるようになってるんで、もうだいぶ楽になるんじゃない。ハイポーション集めとかしなくていいし、よいしょ、サボテンダーを仕留めるにはちょうどいい位置だね。よいしょ、キック、キックで、ツヤ出しは一応もうミスリルに使っちゃいますね。でこの花系のアイテムいっぱいあるんで、これはちょっとバンバン使っていこうかなって思うんですけど、ルチルの花が4つもあるのか、まあ、敵全体コンフィオなんで、まあ、できればねモンスターハウスで使っていきたいんですが、
まあ、そんなうまいこと、おお、いっぱいサボテンダイいるやめろ、痛いんだから。とりあえず上のやつ、おう、サボテンダーを殺す。これ当たるかな。サボテンダーってでも魔法強いよね多分。そうでもないのか。いやでも結構強かったな。おっとめっちゃサボテンダーいる。サボテンダーは悪いことしないんで上のやつ先に、よいしょ。めっちゃ下のサボテンダー攻撃してくんな、やろう。これでやれるか。よし、まあ、逃がしとこう。逃げるやつは、あーどうしよう。次の回行く前に、あー逃げたか、サボテンダー。袋小路に、よし。しかしなんでこんなにいる。いってにゃろう、痛いね。逃がすわけにはいかんのだが、あ、イレースもやってくんだ。よいしょ、ケアル使ってもいいかな。逃げられねえぞ。よし、一応ケアル使っとくか。で白魔導士は、あ、次のジョブレベルまで78、多分上がりますね。今もうレベル、ジョブレベルなんぼだろう、5ぐらいになってたかな。おう、モンスターハウス、いいタイミングだね。コンフューの花が使えそうだ。でジョブレベルは今5ぐらいになってたんだけど、あれどこで見れるんだっけ。ああ、書いてあるね、右。 OK、 じゃあアイテム拾っていきましょうか。どうしよう、私もプロテス使っていってもいいのかもしれないけど、あ、魔法耐性結構あるねこいつ。それはめんどくさい。野郎を倒して、あんま強い敵出ませんね。あ、でも攻撃力結構あるな。お、仲間にプロテスをやるね。じゃあ私も、プロテス、まあ、物理ダメージだけならなんてことはないよね、プロテス使っとけば。上から、どうしよう、どっち先やる、こっちか。結構野菜落としてくれるね。まあ宝の爪装備してるからっていうのもあるんですけど、食べる。でジョブポイント回収。お、上がった。これ何覚えたろうね、ちょっと見てみたいな。チャージ、神への祈りが通じれば SP が回復あー、すごいかも。あ、デスペルも、あ、結構すごいな。ちょっとケアル使いますね。ジョブレベル上がることによって回復量上がるとかないのかね。まあアイテムいっぱいすぎるよな。あ、ガーネットの黒、こんなところに。しかしね、だとしてまあ装備スロット4つ以上なら使えるんですけど、どうだろうな。あ、5つだ、これは欲しい、持って帰ろう。ラッキー。おっと、鎧野郎が動きだけは遅いんだね。攻撃は1ターンごとにできるけど、食べとこう。これで足元ダマール大丈夫です。サイレス余計なしつで、はい、鉄巨人鉄をバディとして連れていけるようになりましたね。さあ次の回です。おっと、この狭いところで、これはちょうどいいかもね。3マス123123全員入っかな。ルチルコンビューなりましたね全員。おっと、なんか強いのがいたな。これサイレスの罠だったか、わざわざ踏む必要はなかったな。よいしょ、
いいよいいよ、仲間同士でやり合ってくれ。よし、毒消しはいらない。魅力あるアイテムねえんじゃねえかな多分。ガーネットの蔵でしょ。ガーネットの蔵いらんよ。ちょっと装備だけしてみる。なんでこういう時に限って呪われてるの。デスペルで、ガーネットの蔵にじゃあ捨てていきますよと。これをあ、これじゃねえ、ちょっと待ってね。ミスリル装備して、呪われたのを蹴って、よし、首輪、ワープ、ガーネット、苔むしゃが2つあるな。ハイエーテル飲んどこう。苔むしゃはじゃああれだな、きっとまたこれも呪われてんな。あれでも回避の首輪だ、攻撃かわしやすくなる、これいいよね。なんで呪われてんだろう。まあ、一応デスペル使いますけど、まあ、実際問題ね、今あのサイレス余計が首輪でこう首輪頼りなんで、サイレスにかかると魔法とか使えなくなるんで、それはちょっとね。エメラルドとガーネットってどっち硬いんだ。おっと、これはちょっと待ってくださいよ、スロー余計ね。何置いてこう。一回なんか置いて、盗み除けを一回置いて、エメラルドどんなもんよ。24まで鍛えられるからガーネットよりは使えるけど、ただこれ印がつけられるの一つしかないから、今はまだガーネットの方がいいね。分かった、エメラルドっていうのはガーネットの上ね、上位互換。持っとく必要はないかな。 OK、 じゃあ今後見つけたらちょっとエメラルドも取れるようにしとこう。よし、見つけ、あれ10階になんかあるな、これ。ちょっと待ってね。じゃあいいか、アイテムとか無視して。まさかちょっとした中ボスとかいるんかね。赤い光出てる時って何かある時なんだよね。あ、ベヒーモス無慈悲な、なんて書いてあった、暴君って書いてあった。まあプロテス使ってやろう。どういう動きするんだろう。力が集まってる。マバリアにしとく。それともなんか他に使えるのねえかな。ちょっとアイテム見てみようね。待ってね、ルチル、こんなんすっかな。まあ効かないよね。お、メテオ、おお、やってくるねこいつ。よいしょ、おお、マバリア使いましたよ。魔法使う気ないんだけど、マバリアって魔法攻撃効かなくなんだっけ。ちょっと待ってね、マバリアは魔法無効化か。じゃあ近づいて、やだね。どれぐらい強いんだろう。そんなに強くねえぞ。まあプロテス使ってるからっていうのもあんだろうけどね。ちょっと回復しよっか。ケアルラ、いった、お返しですよ。あれ、なんでこいつ攻撃こんな外すんだ。ブラインになってないはずなんだ。あ、これノックバックだね。ノックバックどころの話じゃねえぞこれ。だからなん、こいつ魔法に弱いのかな。マバリア使うってことは。またメテオだ。じゃあマバリアにしよう。まあメテオが魔法扱いなのか物理なのか分かんないけど、ね、あ、ゼロだ。おたけび、攻撃力アップ。私のプロテスが溶けることがなければまだ大丈夫。よし、
肉弾戦だよ。なそれやめてってお前もこっち来いよ。そうそうそう、いいよ。お、やべ、プロテス溶けた。プロテス溶けると結構痛えな。突進。この間にちょっと回復した方がいいかな。ハイポーションあったよね。頭バリア。で力を貯めたとかやられると嫌なんで、ハイエーテル1個飲んどいて。よし、よいしょ。豚ケビ。こいつ全然近寄ってこねえ。来たよ。マバリア。あ、やばいな。ちょっと30分になりそうなんで、一回ちょっと止めますね。メテ終わったら。よし。はい、じゃあちょっと一回動画止めてすぐ再開しますね。はい、再開していきます。プロテスはまだ続いてるよね。どうすかな。近づくと突進されるんだけど、こいつがもう端っこまで近づいてきてほしいんだけど。痛い。あ、来たね。よし、その位置で突進って結構壁当たりで痛そうだけどね。チョコも回復まだしとかなくていいか。よし、ちょっとケアル使っとくか。ほら、なんでこいつは本当マバリア使うの。いや来ましたね。どうしようかな。メテオマバリア。でもよくよく考えたらマバリアよりケアルラ使っちゃった方がいいね。メテオ90ぐらいしか食らなかったもんね。よし、プロテス溶けてねえよな。あ、プロテスもう、あ、溶けてる。よし、プロテス。よし、ちょっと SP ゲージがもうないけど。あ、でももうちょいだ。相手もなんか SP ゲージの概念あるんかね。おたけびを上げてますが、もう終わりでしょう。よし、アバリア使ったってことは、そっか、メテオってこいつ自身にも食らうんか、もしかして。あ、やっぱそんな感じだな。マバリアになるのないもんね。あ、天使のこれ使おう。アイテムでちょっと大丈夫です。終わりましたね。なんかいい爪落としたかな。雷か、持ってるな確か。じゃあ先進んでいこうか。あ、回復してから行こう。ケアル間違ったちょっと待ってね。ケアルで一応 SP ゲージ回復して、よし行こう。これ10回ごとにボス出る、もしかして。チェックポイント通過。じゃあちょっと20回まで頑張りますね。まあ、動画としてはあの途中の回数とかすげえ省くと思います。あー、ひょう来たな。よいしょ。これ外すと大変なんだよこいつ。よし、ドンムブー、めんどくさいよ。上になんかコウモリ飛んでるな。階段は右か。あ、ゼウスの怒り。うわ、いっぱいいる。キックやべな。キックキック。なんか結構外すな。
ちょっとドンムブを解除してキック。あー盗むやつ来たなこれ。ディア、これは厄介だよ。盗まれると厄介なんですね。かといってなんかいいアイテム落としやすいとかあんだっけ。ちょっとその辺分かりませんが、ハイエーテル、ハイエーテル、ハイエーテルも実は持っときたいよね。雷の爪、あーアイテムね。あでもハイエーテル2つあるか。万能薬もあるし、コンフュシェル、デスペル、サイトロー、いやーこんだけありゃいいと思うんだけど。よし、おちょっと待てよ、回復してからの方がいいか。お種まきはやめて。あこいつマンドラゴラだね。ちょっとランク上がってんだっけ敵の。はい、でやっちまった。宝の爪は大丈夫です、じゃあケアル使って。お来ましたか敵。よいしょ、 OK。 じゃあ次進んじゃうぜ。モンスターハウスとかでなければ大丈夫。よし、そういう時に限ってモンスターハウスとか出るんですけどね。カエルが隣に寝てますよと。いやーこれ対策してかねえとダメだ本当に。これはきつい。アンデッドキラーだ。アンデッドね、アンデッド系出るってこと。盗みよけを装備しましょう。これでもうマジックポット怖いことないね。まあ一撃で死ぬからね。サイレスよけ。おリザード、これは強いリザード。階段がある。あプリンだ。よいしょ、一撃で死なないね。やべえな、後ろからリザードが。リザード HP、 おエーテルターボだ。低いけど2回攻撃できるみたいなね。エーテルターボ欲しいな。ちょっと待って、スロー避けを置いて、セクシーな首輪装備。守りの首輪、これ防御力上がるとこかな。そうだね、プロテスの魔法を秘めていてダメージを減らす。これすごいいいね。なんかすげえいいアイテム出るようになってきたぞ。なんか置いていこう。いやなんか置いてくっつってもねえぞ本当に。もうきつい。大ギサール、もうギサール犠牲にしていくしかねえ。なんでエーテルターボは、そうだねちょっと待ってね、ハイエーテルと交換みたいな形にするしかない。よし、3つぐらい回復するのかな、エーテルターボは。カエルがいて、カエルにちょっと魔法使ってみよう。ディア、光魔法だからな言って。ジョブポイントもまだまだかかるね。もういっちゃおう。これ以上アイテム見るとめっちゃ欲しくなる。わ新しい鳥、コカトリス。これは何、あカレーテンダーだっけかな。よいしょ、わ当たんねー。いてやるね。これは行き止まりじゃないのカレーテンダー。違うね、あ行き止まりだ。こいつは何か強みあるのかな。首輪、回復の首輪、はいバディとして連れていけるようになりましたね。おっと攻撃すればよかった。サイレス余計を装備してキック。よし一撃だ。オッケー、これで20回ワープできるようになるかな。
どうなるでしょう。多分なると思う。おお、モンスターハウス。あれ20回に行けるようになったって出ないね。とりあえずプロテスだな。プロテス21回まで行かないとダメか、もしかして。痛い。よいしょ。この鳥目、いやケアルだな。鳥をやってしまおう。痛い。よし、プロテス使ってるうちはまだ大丈夫でしょう。ケアル、一応動画としてはここまでかな。あ、なんだ、ドンムブか。よし、カニ倒しちゃおう。カニ強いんだ。カニ強いからちょっと一発やってみるか。ゼウスの怒り、おお強い。来いや。まあ増えるよね。鳥の方が厄介かも。あ、間違った。ちょっと待って、これやらかしそうだな。せっかくだからスローガーを使うか。いや、ゼウスの怒り使っ、いや悩むな。ちょっと待ってね、悩んだ時は、あ、まあいいか、ケアルラ使って、まあ、言って30ぐらいしか減らないでしょ。鳥倒してちょっと外すなよここで。よし、で上のプリンは多分倒せるはず。よし、であと右側もいけるか。まだか。ちょっとプロテス解けたな。まあ油断しないようにしないとね。なんかめっちゃ外すけどこいつら。よいしょ、よし、めっちゃ落ちてんなアイテム。ワープ、スロー、バルチャー系のランクアップ。そしてもう一回、ちょっと待って、ボタン間違ってる。30分過ぎそうなんで一回止めてすぐ再開します。はい、再開していきます。エーテルターボ、ハイポーションしっとり。エーテルターボだけまだお店に出てないんだよ。なので欲しいところではあるんだけど、ハイポーション一回使うか。よいしょ、外さないで。チョコボの基礎命中率みたいなのどうなってんだろうね。なんかやたら外すよ最近。よし、エーテルターボザラザラ使う。ヘイストか。しっとりは塩水。ダサい首は。あ、エクスポーション落ちてんね。エクスポーションはじゃあハイポーションと交換というか使ってしまって、でこの首はなんだか見てみたいから回避を置いて。やべえな、なんか変、あいつ倒してからの方がいいな。ちょっと待ってね。ヘイスト使ったもんね。あれ来ないの。よいしょ、プロテス、そっか、私もヘイストだったのか。2匹来てるけど。よいしょ、オッケー。で、アイテム拾ってたんだっけ。ダサい首は、お、力の首輪だ。攻撃力上がるね。何本ほど上がるんだろうね。ちょっといいアイテムめっちゃあるな。どうすかな。ちょっとダイギザール食べて、ハイポーション、ハイエーテル、ヘイスト、野菜、力の首は本、デスペルスリプル、
よいしょ。結構痛いな。ケアル、プロデス、よいしょ。じゃあ、あの敵は誰だ。カニか。よし、普通にやってしまって、よいしょ。後ろ嫌なの来てるね。まあ、ヘイスト使わないならなんてことはない。ワープの羽を落としたか。ミスリルを、あとにじゃ左側のアイテムだけチェックして。ゼウスの怒りは欲しいな。もうでもねえぞこれ。これもう使っちゃおう。幸せの爪持ってる。スリープが欲しいけど取れない。色あせた足元蹴る。何だったんだ。ハイポーションいけてる。首輪、また新しい首輪だね。ワープの羽を置いて、よし。じゃあもう階段で行っちゃいます。これ20階は絶対モンスターハウスとかそういう扱いなのか、もしかして。なんかそんな感じしない。はい、ここから行けるようになったと。はい、じゃあちょっと脱出しましょう。あの階段見つけて、なんかヤバそうなのいっぱいいるから。雷のボム来たな。よいしょ。強いね。強いけど攻撃当たんねえっていう。エレメンタル来たな。よし。お、塩水大丈夫よ。よし。あ、でもそんな敵変わったっていうほど変わってないか。マップがちょっと変わったね。マップっていうかデザインがね。あの鳥は倒しとこう。うわ、外すなあ、チョコボ。もうプロテス必須になってきてんな。よし、上に行って、ちょっとやめろ。よいしょ。またエレメンタル湧いてんな。階段は左下ですね。こっちから下に行って、カニ、やべ、プロセス使わないと。いつまにか切れてた。カニの攻撃、一撃が重い。チョコボ、なんか今回の動画なんか7割ぐらい外してるような気がするんだけど、7割じゃない、なんか 3割ぐらい外してるような気がするんだけどね。よし、脱出しますね一回。はい、次回じゃあここからできますんでね。脱出してなんか話進むとかないよな。ベヒーモス倒したからってね、ドル君と話したらなんか違うこと言うとかあればいいけど。はい、時忘れ戻ってきましたね。特に何もないね。はいはい、お前では進めないでチューってまた言ってるね。はい、というわけで、じゃあ今回以上にしたいと思います。すいませんね、今回あのただダンジョン、20回まで進むっていう動画になっちゃいましたが、まあ次回はここできればねクリアする動画にしたいと思いますんで、よろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またねー。